トレーブルみたいな気持ち悪いキャラが出てきたって。くんくんくん、女の子の匂い。いや、キモすぎやね。ねえ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 、どこ行くのね。不快ですからやめて。ねえ、どこ行くの。遊ぼうよね、俺と。アリケンデブ。基本的に我々は男を殺すけど女の子は殺さないっていう感じのスタンスでいきたいんで、名前見て男っぽいやつはぶち殺します。女の子大好きなんで。女の子は殺せない。最後女の子だけ並べて彼女オーディションやるから。本当に付き合ってるんかな。お互いのよ。ビジネスじゃねえの。お互いのケツの穴のシワも数えられるんかお前ら。付き合うってそういうことじゃないよね。シュンシャン15本です。シュンシャンのアナルのシワの数知ってんの。知ってます。アナルって言っちゃった。アナルって言っちゃった。それはダメっすよ、それは。いや、俺全然人いない。もう僕も初動は遠慮なく倒しちゃうわ。いや、でもちょっとやっぱ、でもやっぱそこは、いや、もっといっぱい、そういっぱいいてもいい。もうむしろサージ出させてさ、苦しい思いさせ、苦しませる、苦しい思いさせよう。サージを出すんだったら多少ダメージを稼いどかなきゃいけない。そうじゃあ僕ちょっと、じゃあこの相方だけ倒そうかな。相方だけ。いや、まあ、お前、いや、これ CR カップの鬼がこんな感じだったんですよ。いや、楽しいよな。楽しいな、絶対鬼。そう考えると格差つ入れる鬼マジで本当に鬼だな、心まで。それな、俺ら絶対入れん。俺らはもう入れないよ。俺ら絶対入れない。格差つ入れないってのもまた一つエグいと思いますけど、サージに苦しむみんな。サージに苦しむ。いや、生殺しだから。それ見て楽しむから。あっ、見つけた。ねえねえ、君誰？はい、ねえ、君誰？俺鬼だよ。俺鬼だよ。俺鬼って気づいてない場合多くない？なんか、ね、俺これ鬼って思われてないんだけど、俺これ。ね、俺これ絶対。リブートされますよ、あんなやつ。俺鬼だぞ、俺。俺鬼だぞ。俺鬼だぞ。別の場所行ったな。俺鬼だよ、俺。そう。そう、逃げるんだよ、そう。もっと逃げろよ、おい。お前、競技シーンだな、お前。お前、スターワンド持ってたぞ、こいつ。最高マジで、すごい感じのやつやめて。スターワンド出しちゃったね。女の子がスターワンド持たねんだぜ。いや、僕はもう一人ぐらい殺しとこう。さあ、で、次に行っちゃおう。女の子はどこかな。どこにいるのかな。あれ、ここは去った跡があるな。もうトレーブルみたいな気持ち悪いキャラが出てきたって。うん、くんくんくん、女の子の匂い。くんくんくん、女の子の匂い。いや、キモすぎやね。ねえ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 、どこ行くのね。ちょっと待って、ねえ、どこ行くのね。不快ですからやめて。ねえ、どこ行くの。遊ぼうよね、俺と。あ、で、俺この島一周回ろう。俺車盗まれちゃった。しょうがない、また後で食べるね。どこ行くかな、はい、くん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 、女の子の匂い。なんかちょっとこの人たち可愛いな、どうしよう。全然殺してへんからな。プリチ、プリチ来た。おい、好感度狙ってんじゃねえよ、てめえ。いや、ちょっとどうしようか、まあ、いやけど俺ずっとダメージだった。俺思ったんだけど、後でさ、その女の子が、ハリケーンの配信に映ってたって見に来たら、俺こんなこと言ってんのやべえな。いや、マジで最悪やで。気持ち悪いのだけ、気持ち悪いだけやで、残るのは。くんくんくん、女の子の匂い。ねえ。よし、一発ね。で、君男でしょね。赤髪姉さん。お、女の人だ。姉さんって書いてる。はい、おリブートしていいぞ。女は行かせ。女は行かせ。おい、リブートだ。男だけが殺すんだよ。おい、男早くリブートしろって。ちょ、大丈夫。困ってないよ。相方殺すんじゃない。あげとこう。あ、待って、これ女の人かな。あれ、これあれじゃない？あれ、これ誰？これ誰？これは安奈さん、これ女の人で蘇生しに来ないんだけど。ちょっと持ちますわ、俺これ。じゃあ食らわせないように。あと18人ぐらい。あ、死んだ？いや、ね、助けてあげて、この人を。ログ早く、はい、助けてあげて、はい。アリちゃん、早くこれで拉致しよう。じゃあもう女だけ。オッケーっす。女だけ、女だけ拉致しようぜ。じゃあ僕はアリケンさんとこ行く。あっ、女ー。おー、男だろ。女、守れよ。情けねえな、リブートさせてやるっつってんのによ、クズがよ。蘇生させてあげるか、みーちゃん。しょうがないな。あれ、お、蘇生してもらう。あ、キャプテン殺した。みんな、俺キャプテンぶっ殺した。キャプテン、焚き火、どこ、焚き火。あ、焚き火だね、こっちこっち、アリケンさん、こっち。燃やすよ。さあ、して死ぬんじゃん。踊れ。ちゃんと回復、回復しちゃうね。キャプテン、持ってる人にアリケンフィッシュをプレゼントしていきたいと思います。あ、頭抜いた。
これこれそうこれ多分総さん総さんこれダブダブの人ダブの人。ちょっと俺それお前死ぬ死ぬ死ぬ。あー危ない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 。みんな危ない俺が来るよ俺が。危ないみんな俺が来るよ俺が。みんな俺が来るよ危ないよ俺が来る。俺が来る俺が。俺が来ちゃう俺が来ちゃうよ。上手い人が倒します。上手い人が倒します。入れてくれ入れてくれ。どこかな。入れてくれ。あーいるね。あ。何やってんの。痛い死ぬ。多すぎ。あー逃げろ逃げろ逃げて逃げて逃げて。お前ワンパンされたかった。ちょ待って。ありがとうございました。出版がお前。まあ俺死んだって俺。ちょシュウちゃんシュウちゃんシュウちゃん助けて。お互いお互い。シュウちゃん助けて。シュウちゃん。俺死んじゃう。なんでみんなおっか殺されんだよ。シェイク助けてくれ。俺。蘇生に。おいおいおいおかえりと。いいね、ちょっとやばい、死ね。お前、てめえ、これ、殺すな。お前、やめまーす、やめまーす。俺死ぬ、俺死ぬ、俺死ぬ。シンクアナテープ殺せ。やぁ最悪最悪。ナイスカイフ君。待って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 、シューシャー待ってよ。いやまだこまだいるよ、5人もいるよ。めっちゃめっちゃめっちゃいるよ、これまだ上が勝負になるかもしれない。あ、今いない上に。さあどうなる。お、あ、2位の人おめでとうございます。2位の人がこれ、2位の人が1位。お、じゃあ2位の人か、誰だろう。2位誰。自己申告制でお願いします。くんくんくん、女の子の匂い。ごめん、なんで降り切っちゃったよ。こんにちは。じゃあこのバウンティーどこだ。あのー、え、どうしました。え、なんすか、なんすか。ちょっとやってるなら危ないよって言ってよ。ちょっと引いちゃったじゃん。え、スラピーやばそう。マジやばい、ほんとにやだ、ほんとにやだ、ブリブリブリ、ほんとにやだ。え、戦います。いいっすよいいっすよ、戦います。あなたこれ、え、すげえ頭いいな。行きましょ。頑張って、端っこで頑張ってる。アリケータ大丈夫です。え、これ俺マジこれ蘇生できないよ俺これ。いやでも俺マジ抜けますからねこれ。いやいやいや、終盤とここはやばい。今から面白いのに。うんうんうん、もうぶっ殺しに行こう。俺も案内さんのことぶっ殺しに行こう俺今。シュージャー起こして、シュージャー起こして、ぶっ殺しに行こう俺。あの人たち起こしに行って、俺とお前のプライドバトルだから。お前マジ引かないで。あれ、くんくんくん、女の子の匂い。あれさ、後ろには注意してください。行きます、行きます、行きます、はい。シングルの方が、オーケーです。そう、どこだ。鬼どこや。ちょっとこれ、生かしてあげよう。生かしてあげようか。あ、シューシャーここ、シューシャーここいるよ。弓抜いちゃおうかな。85。いった、それ俺やって。あ、いけんじゃなかった。これやちょっともうやめてよ本当に。めっちゃラグい、めっちゃラグい、めっちゃラグい、えぐいぐらいラグい。あと8人倒さないよこれ。待て、ちょっとあの鬼かなあれは。あれは俺、え待って、あーあああてめえ、てめえだったのかこれ。あれはい、やってこい。待ってこれ、天候は、天候は、天候は、ハイグラ、ハイグラ誰取ってんの。あと10人、あと7チームってことは。やるやる、ハイグラの人やろ、ハイグラの人。4、どこ見てんの。すごいすごいすごい。はい、あ、ライガーやん。どここれ倒したら終わりだね。終わり、これで終わりじゃない。ちょっと俺今、ちょっと待って、プライドバトルしてるから。あ、終わりだ。え、待って、終わりだよ。最後の一人だよ。え、待って、これ最後の一人です。します、します。誰です、誰だろう。ハリケーター早く死んだ方がいいよ。くっそ、どこ行ったあのジジイ。くっそ、誰だろう。くっそ、おれ誰だろう、勝ったの。誰だ、誰だ。おお。すごい、めっちゃ遠くね、これ。くんくんくん、女の子の匂い。リブートさせてあげてる。ハリケーさん見て、これ。どれ、これ持ってんの。え、これ、なんかいる。ごめん、ファイヤー。ファイヤー。いけいけ、許さない。ファイヤー、ありがとう。鬼同士協力しよう。うん、分かりした。ハリケンさん後ろいるよ。俺も車の方が早いよ、ジャンプブーツより。やばい。え、アンナさん、アンナさん、リスキーやばいっすよ、この子。やばいやばい、リスキー。あ、それでめちゃくちゃ焼けながら。おい、ファイヤー、もうやらないか、もうやらないか。もうやらない、もうやらない。よし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 。ファイヤーどこにいんの。ちなみにファイヤーどこ。
やばい、誰か目の前に真央ちゃんいる。真央ちゃんを盾にしよう俺。いや、真央ちゃんやるべきよな。どこにいるんだ。間違いに。え、リボトン落とした。ハイパーカーとか。え、さっき倒した人だ。さあ、殺さないと。もう一回倒しちゃおうかな。殺さないとやばい。ごめんね。すごい。ダッセージング。やばい、格差違うよ。マジやばい、格差違うよな。いや、それ絶対迷うな、それ。ちょっとあの持ち運んで、アリケ持ち運んで。いやいや、なんか違うな、頼み方が、並び方が違うな。本当にみんなで歩けさせる、じゃあ息つかないと。並び方が違うな、なんかあんないさ。ちょっとですね、キングどこ？俺今ボニーに今から行ったの、スウェーティーガーから。おい、やめろ。おい、やばい。死ぬ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 。落ちまーす。シンク。俺無駄ポン取られるしよ、これ。クソ。なんでお前できないんだよ、シュンシャン。よこせ、その無駄ポン。そのブラッパーよこせ。蘇った瞬間、ほんと俺、お前ほんとに死ぬほど殺すからな、マジで。クンクンクン、女の子の匂い。もう俺は、味方も、敵も全部一緒だ。いやいや、バーサーかもう大丈夫だ。なあ、もう俺には味方がいねえんだよ。泣いて、こいつ、君を殺して回復しないといけないんだ。ごめんね。なあ、俺と友達になってよね。なあ、俺とさ、友達になってよ。ブラッパー食べな。ビルドもしていいよ。待て、誰？ハリケーンさんだった。お前、マジやばいで、お前。何回目だ、お前な。ファイヤー。ナイス。ああ、ファイヤーのせいでこいつを殺さなきゃいけなくなっちゃった。お願いします、お願いします。よし、スティンクフィッシュが5個になった。え？なんか誰か撃ってきたけど。何人頼んでるかな、これで。え、これサージじゃないよね。サージちょうど消えた。それはやられるよな。じゃあ、あいつが近いってことやろ。待って、違う、シンクがやるのは違う。シンクがやるのは違う、マジで。シンクがやるのは違う。今のだって、シンクの物資を取ったから。違う、敵かと思った。敵かと思った。そんなことない。うまい。ここでいい。実は鬼ドッキリ。実は乗ってます、ドッキリ。なんだ、あれ。いや、これもうちょっと真ん中の方が良くない。そっか、逆にアンチ街の方がさ、車で行くかなと思うんだけど。ここら辺で止めとか。やべ、お前返せ。ちょ、僕これ死にげないでよね。仲良くしてよ、俺と。今すぐ来てる、これ。新品の車あるよ、ここに。乗ったらいいのに、みんな。みんな乗って。これやばいな。もうちょっと移動した方がいいよ。くっそ。こっちから回ってて。お前痛ないわ。めっちゃいるから、ここら辺にさ、この辺止めとかない。なんで生き返ってんだよ。まだあるんじゃないか。まだあるんじゃないか。やばい、逃げられてる。おい、おい、やめろよ、お前。ずるいやん、それは。ちょっとシュンシュン、起こして、早く起こして。ちょっとアンナさん、回復してからやりましょう、一回。回復してからね、回復してからね。何してんだよ、この回復。アンナさん。待って、回復って。おい、危ねえ。ねえ、ずるいよ、それ。もうありげーさん、起こせないから。いや、起こせる。え、この次はもう起こせないからね。家の中から早く出ないと、スティンクフィッシュで。待って、ごめん。匂い死ぬよ。ちょっと、俺本当に死ぬ。もう！ハリケーンさん。男同士の対決だ。あと4人。いて！殺せ！ナイス！もう無理！ぶっ殺せ！ファイヤー！リフェッシュきついじゃない？やばい、ファイヤーとも。誰に殺されました？すごいこれ。ファイヤーに殺されました。ファイヤーやばい。ファイヤーの撃ってくる確率やばい、マジで。
待って、ファイヤーキルしすぎじゃね。ファイヤーめっちゃキルするあいつ。セグウェイクの大事な鬼キラーなんだけど。俺ちなみに1キルしかしてないからね。俺は俺ダメージ受けるたんびに回復として使いました。俺これどんどんやらそこら辺の人間たちは。お前ずるもうあと回復しよう。でもだってあと6パーやで。6パーギリギリまでいたもん。いやキル6見えるからね。別に死んでもいいんじゃね、2人残ってれば。ここで、ここで、え、ラストだ。待って、ラスト誰。ほんとだ、ラストだ。ビクロシ、これ俺ビクロシじゃない。ラスト誰かがビクロシする、これで。あー、よしよしよし。どうだ。スラピーないよね、さすがに。これでスラピーだったらすごい。おー、ネム太陽。ネム太陽って誰だっけ。あ、出た。え、すごい、各地方で勝ってる。ゼル君です。え、ゼル君です、これ。あー、ゼル君。ゼル君。おー。くんくんくん、女の子の匂い。6個ぐらい投げてちょっと嬉しかった。まあ俺は満足ですけどね。いや俺も満足。結構面白かったか。俺あのカップルが1人しか倒しないんだけどさ。なんでこんな満足度あるんだろうな。あ、理系しか狙ってなかったからかな。ジジイたちが勝手に戦ってるだけだからな。まあでもこのぐらいしてもいいってことよね、これって。もう無視ルール。ルール無視。鬼が殺し合う。鬼が殺し合うというね。あ、おもろ。普通にバトった。